健康なおしっこの人は100歳まで生きる。こんにちは、 YouTube 図書館のアッキーです。それでは今回は寿命の9割は尿で決まるについて解説していきます。夜中にトイレに行く人は気をつけてください。また頻繁にトイレに行きたくなる人も気をつけてください。そういう人は寿命が縮まっているサインの可能性があります。実は頻尿は高血圧や動脈硬化、糖尿病などの生活習慣病と密接に関わっています。これらの病気は命に関わることもある重い病気です。毎日何気なく付き合っているおしっこは意外にも奥深いです。今回は尿の作られ方、尿の悩み、頻尿の原因、夜間頻尿は長生きできない、尿で気をつけること、毎日取り入れたい解尿のための食事、それぞれ解説していきます。尿がなぜ寿命に関係するのかしっかりと理解してください。生活習慣を変えるきっかけになります。まずは尿の作られ方を解説します。尿は腎臓で血液から作られます。血液は栄養素や酸素を臓器に届けます。そして体内で生じた老廃物や有害物質を回収します。腎臓に流れた血液はろ過されて、体に必要なものだけが血液に戻されます。最終的に必要な物質が回収された後の液体がおしっこになります。膀胱は尿のタンクのようなものです。続いて尿の悩みについて、おしっこは腎臓で作られて膀胱に溜まります。そして膀胱の容量がいっぱいになるとトイレに行きたくなります。しかし年を重ねると膀胱はしなやかさを失います。するとおしっこを溜めることができなくなって頻繁にトイレに行きたくなります。頻尿や夜間頻尿は全身の血管が硬くなっていることを意味しています。ある調査によると40歳以上の男女のうち約4500万人が夜間頻尿です。加齢現象っていうのは誰にでも必ず起こります。特に頻尿や残尿感は早い人で40歳、女性で50歳くらいから現れます。一番の理由は膀胱の筋肉が衰えるからです。年を取るにつれて膀胱に流れる血液は減っていきます。すると膀胱の筋肉のしなやかさが失われて硬くなってしまいます。そうなるとトイレに夜中に行きたくなります。また心身にストレスを感じることで頻繁にトイレに行きたくなる場合もあります。中高年にかけて些細なことができなくなってストレスを感じやすくなります。これは加齢による頻尿の隠れた原因です。続いて頻尿の原因、あなたは1日に何回排尿しているかを意識していますか？一般的に正常な排尿は1日に3回から7回です。頻尿は日中に8回以上トイレに行くことです。夜間頻尿は夜中に1回以上排尿のために起きる症状です。どちらも不快な症状ですけど、深刻に考えた方がいいのは夜間頻尿です。また健康なおしっこは約21秒と言われています。21秒は体の大きさに関係なく膀胱が空になるまでの時間です。意外なことにライオンもゾウも犬も排尿時間は大体同じです。しかし年齢が上がるにつれて排尿時間が長くなる傾向があります。それはおしっこ年齢が高齢になりつつあるサインです。該当する人は注意をしてください。これから夜間頻尿の原因を6個解説します。1個目はおしっこが多すぎることです。そもそも尿の量が多すぎると起きている時間に出し切れずに夜中にトイレに行ってしまいます。多尿になる原因は単純に水分の取りすぎです。多尿になると体内の水分が足りなくなって喉の渇きを強く感じるようになります。その結果水分をたくさん取ってしまいトイレの回数が増えるという悪循環になります。2個目はおしっこが濃くならないことです。起きている時よりも睡眠時の方が尿の回数が少ないのには理由があります。それは眠っている間にバソプレシンというホルモンが分泌されているからです。これは睡眠時に膀胱にたまる尿の量を少なくする作用があります。この作用が尿を濃くしてしまいます。通常だと夜中は日中ほど尿が作られないためトイレに起きなくていいです。つまりおしっこが濃くならない現象は夜間頻尿の原因と言えます。3個目、膀胱の柔軟性が下がるからです。膀胱の柔軟性がなくなると膀胱が硬くなって
って尿が溜まる量が通常よりも早くなります。その結果日中だけでなく眠っている夜中にもトイレに行きたくなります。4個目、睡眠時の無呼吸症候群。睡眠時無呼吸症候群は睡眠中に呼吸が一時的に止まってしまうことです。いびきをかく人や昼間に強い眠気を感じる人に多いです。夜中にトイレに起きる人は自分が該当するのかチェックしてみてください。症状があると膀胱が硬くなると同時に睡眠中に心臓から利尿ホルモンが出るため尿の量が多くなります。5個目は加齢です。年を取ると眠りが浅くなる傾向があります。そのため夜中に何度もトイレに行きたくなります。6個目、カフェインとアルコールと喫煙。コーヒー、紅茶、お酒、タバコには膀胱を敏感にする作用があります。夜のカフェインやアルコールや喫煙が夜間頻尿につながっている可能性があります。これは生活習慣の見直しによってすぐに解消できます。続いて、夜間頻尿は長生きできない。スウェーデンのある実験でこんなデータが発表されました。夜間に3回以上トイレのために起きる人は2回以下の人の2倍も死亡率が高い。夜間頻尿そのものが寿命を縮めているわけではないです。寿命を縮める病気になると一つの症状として夜間頻尿が起きます。夜間頻尿は寿命を縮める病気にかかっているサインと捉えてください。続いて、尿で気をつけること。尿に関心が出てくると毎日の排尿時に気になることが出てきます。尿の色、泡立ち方、濁り、匂い、そして排尿時の痛みや残尿感などです。尿は体の状態を映し出してくれます。しかし気になりすぎると精神上良くないです。そこでどんな時にどれくらい気にした方がいいのか6個に分けて解説していきます。1個目は尿の色です。尿は本来透明の淡い黄色ですが尿の水分濃度によって色の濃さが変わります。朝一番の尿は色が濃くなります。昼間の尿も水を飲む量が少なければ濃くなります。そのため濃い尿が出るのは水分が足りていないだけです。気にする必要はないです。尿の色で気をつけたいのは血尿です。血尿は赤やピンクっぽい色をしています。特に高齢者の場合突然明らかな血尿が出た時は真っ先に膀胱がんを疑ってください。また喫煙者で血縁が出た場合も同じです。しばらく様子を見ようとは考えず迷わずに病院に行ってください。2個目は泡立ちです。尿の泡立ちは大抵は気にする必要はないです。勢いよく排尿すると泡立つのが自然です。ただし以前よりも泡立ちが多くなったりしばらく泡立ちが消えない場合は注意してください。毎日続く人は病院で尿検査を受けてください。3個目、尿の濁り。健康な尿は色が濃くても薄くても透き通っています。白く濁っている時は感染症の可能性もあるため気になったらすぐに病院に行ってください。4個目は尿の匂いです。尿の匂いはアンモニアですが食べたものに左右されます。お酒を飲みすぎた翌日は尿が匂うこともあります。薬や飲み食いしたものによって変化するためそれほど神経質にならなくても大丈夫です。しかし明らかにいつもと違う悪臭がしたら体に異常が起こっている可能性があります。もし匂いに加えて濁りなどの症状が見られたら念のため病院に行ってください。ここ目は排尿時の痛みです。濃い尿が出た時に尿道に染みるような痛みを感じることがあります。これは感染症のサインです。女性は膀胱炎、男性は尿道炎の可能性が高いです。6個目、排尿困難や残尿感。頻尿と切っても切れないのが尿が出にくい排尿困難と尿が残っている感じがする残尿感です。どちらとも加齢によって膀胱の血流が減ってしまいます。そして尿を出し切る力である膀胱の力が落ちることで起こります。多くは加齢によるものですけど膀胱炎、尿道炎が起こっている可能性もあります。異変を感じたら早めに病院に行くことをお勧めします。続いて、毎日取り入れたい解尿食。解尿とは健康的なおしっこのことです。解尿の条件は十分に溜まること、そして尿が膀胱からスムーズに出ることです。この条件が加齢によって失われると様々な尿トラブルが起こります。これからはすっきり出し切ることができる解尿食を4個解説します。1個目、アルギニンを多く含む食品。アルギニンは膀胱
膀胱に柔軟性を与えます。排尿のために必要なものです。アルギニンは魚介類やお肉に含まれています。例えば魚介類のおすすめはエビ、ホタテ、イワシ、サバなどです。お肉は鶏の胸肉、豚ヒレ肉、牛もも肉がいいです。2個目はシトルリンを多く含む食品。シトルリンを多く含む食品はスイカ、メロン、キュウリなどです。3個目、ゴーヤチャンプル。先ほど解説したアルギニンとシトルリンを組み合わせて食べる方法があります。例えばゴーヤ、豆腐、豚もも肉を使ったゴーヤチャンプルです。4個目、悩みを改善するサプリ。排尿食を取り入れることに加えてサプリや漢方薬を服用するのも一つの方法です。漢方薬に興味がある人は漢方薬局に相談してみてください。そして尿トラブルのサプリメントは市販されているものもあります。インターネットで調べてみてください。それではまとめです。尿の作られ方。尿は腎臓で血液から作られます。血液は栄養素や酸素を臓器に届けます。そして体内で生じた老廃物や有害物質を回収します。腎臓に流れた血液はろ過されて体に必要なものだけが血液に戻されます。最終的に必要な物質が回収された後の液体がおしっこになります。膀胱っていうのは尿のタンクのようなものです。続いて尿の悩み。おしっこは腎臓で作られて膀胱に溜まります。この膀胱の容量がいっぱいになるとトイレに行きたくなります。年を重ねると膀胱はしなやかさを失っておしっこを溜めることができないです。その結果頻繁にトイレに行きたくなります。頻尿や夜間頻尿は全身の血管が硬くなっている証拠です。加齢現象は現れる時期に差はありますけど誰にだって必ず起こります。特に頻尿、残尿感は早い人で40歳、女性で50歳くらいから現れます。一番の理由は膀胱の筋肉の衰えです。また心身にストレスを感じることで頻繁にトイレに行きたくなることもあります。ストレスのない生活を送ることも健康になるためには重要です。続いて頻尿の原因。一般的に正常な排尿は1日に5回から7回です。頻尿は日中に8回以上トイレに行くことです。夜間頻尿は夜中に1回以上、排尿のために起きる症状です。深刻に考えるべきは夜間頻尿です。年齢が上がるにつれて排尿時間が長くなる傾向があります。それはおしっこ年齢が高齢になりつつあるサインです。該当する人は注意してください。続いて夜間頻尿の原因6個。1個目はおしっこが多すぎることです。そもそも尿の量が多すぎると夜間にトイレに行くことになります。多尿になる原因は単純に水分の取りすぎです。多尿になると体内の水分が足りなくなって喉が渇きやすくなります。その結果水分をたくさん飲んでしまいトイレの回数が増えるという悪循環になります。2個目、おしっこが濃くならない。起きている時よりも睡眠時の方が尿の回数が少ないのには理由があります。それは眠っている間にバソプレシンというホルモンが分泌されているからです。これは睡眠時に膀胱にたまる尿の量を少なくする作用があります。おしっこが濃くならない現象は夜間頻尿の原因といえます。3個目、膀胱の柔軟性が下がる。膀胱の柔軟性がなくなると膀胱が硬くなって尿がたまる量が通常よりも早くなります。その結果日中だけでなく眠っている夜間にもトイレに行きたくなります。4個目、睡眠時の無呼吸症候群。睡眠時無呼吸症候群は睡眠中に呼吸が一時的に止まることです。いびきをかく人や昼間に強い眠気を感じる人に多いです。夜中にトイレのために起きる人は自分が該当していないかチェックしてみてください。5個目は加齢です。年を取ると眠りが浅くなる傾向があります。そのため夜中に何度もトイレに行きたくなります。6個目はカフェインとアルコールと喫煙。コーヒー、紅茶、お酒、タバコには膀胱を敏感にする作用があります。夜のカフェインやアルコール、喫煙が夜間頻尿の原因になります。これは生活習慣の見直しによってすぐに解消できます。続いて夜間頻尿は長生きできない。夜間頻尿そのものが寿命を縮めているわけではないです。寿命を縮めるような病気になると一つの症状として夜間頻尿が起きます。夜間頻尿は寿命を縮める病気にかかるサインだと捉えてください。
続いて尿で気をつけること。尿に関心が出てくると毎日の排尿時に気になることが出てきます。尿の色、泡立ち方、濁り、匂い、排尿時の痛みや残尿感などです。尿は体の状況を映し出します。しかし気になりすぎるのも良くないです。どんな時にどれくらい気にした方がいいのか、6個あります。1個目は尿の色です。尿は本来透明の淡い黄色ですが、尿の水分濃度によっては色の濃さが変わります。朝一番の尿は色が濃くなります。日中の尿も水が足りていなければ濃くなります。単に濃い尿が出るのは水分が足りていないだけで気にする必要はないです。尿の色で気をつけたいのは血尿です。血尿は赤やピンクっぽい色をしています。血尿が出たら迷わずに病院に行ってください。2個目は泡立ちです。尿の泡立ちは大抵は気にする必要はないです。ただし以前よりも泡立ちが多くなったり、しばらく泡立ちが消えない場合は注意してください。毎日続くようなら病院で尿検査を受けてください。3個目、尿の濁り。健康な色は色が濃くても薄くても透き通っています。白く濁っている時は感染症の可能性もあるため、気になったらすぐに病院に行ってください。4個目、尿の匂い。通常尿の匂いはアンモニアです。しかし食べたものにも左右されます。薬や飲み食いしたものによって変化するため、それほど神経質にならなくて大丈夫です。しかし明らかにいつもと違う悪臭がした場合は、体に異常が起こっている可能性があります。匂いだけでなく濁りなどの症状が見られたら念のため病院に行ってください。5個目は排尿時の痛みです。濃い尿が出た時に尿道に染みるような痛みを感じることがあります。これは感染症のサインです。女性は膀胱炎、男性は尿道炎の可能性が高いです。6個目、排尿困難や残尿感。排尿困難とは尿が出にくいことです。残尿感は尿が残っている感じがすることです。加齢によって膀胱の血流が減ります。そして尿を出し切る力である膀胱の力も落ちていきます。続いて、毎日取り入れたい解尿食。解尿とは健康的なおしっこのことです。解尿の条件は十分に溜まること、そして尿が膀胱からスムーズに出ることです。この条件が加齢などによって失われると、さまざまな尿トラブルが起こります。すっきり出し切ることができる解尿食は4個あります。1個目、アルギニンを多く含む食品。魚介類やお肉はアルギニンを多く含みます。例えば魚介類はエビ、ホタテ、イワシ、サバなどがおすすめです。お肉は鶏の胸肉、豚のヒレ肉、牛もも肉がおすすめです。2個目はシトルリンを多く含む食品。シトルリンを多く含む食品はスイカ、メロン、キュウリなどです。3個目はゴーヤチャンプルー。先ほど解説したアルギニンとシトルリンを組み合わせて食べる方法があります。例えばゴーヤ、豆腐、豚もも肉を使ったゴーヤチャンプルーです。アルギニンとシトルリンを別々に摂るのもいいですけど、組み合わせるのがおすすめです。4個目、悩みを改善するサプリ。サプリや漢方薬を服用するのもいいです。漢方薬に興味がある人は漢方薬局の人に相談してみてください。また尿トラブルのサプリメントは市販されているものもあります。インターネットで調べてみてください。解説は以上です。頻尿は生活習慣病と密接に関わっています。簡単にできる解尿食を食べてストレスのない生活を送ってください。普段僕たちが何気なくしている排尿ですけど、放っておくと危ない症状もあります。今回解説した症状が該当する人は気をつけてください。今回の解説が勉強になった人はグッドボタンやコメントをもらえると嬉しいです。本日もご覧いただきありがとうございます。ぜひ次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録、評価ボタンクリックいただければ励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。